麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさーん、ナミー。
ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水サニーに戻してやん。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おっ、いや待てルフィ。おい、いなくなっちまった奴らが心配。それにサニー、俺も一緒に行くぜ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミスワン！サンジ、いたか？この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに。この辺りには流れ、みんな全身バラ。雷雲がない空から落雷、考えられない。でも今はみんなを探すことが。この辺、かすかに波。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くから。よし、行くぞ。ルフィ、助けよう。
なんだこいつら。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。おりゃ！キャプテンウソップの一撃止まるだけだ。そこをどきやがれ。ハンマー。まったく手間かけさせやがって。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待て、ルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。チョッパー、こいつも俺たちに出ていけ。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、ウソップ。ウソップが食べられちまう。ウソップ、待ってろ、今行く。you
ムゴムのガトリング。待ってろ、必ず助けるからな。行くぞ、アームポイント黒点ロゼオ。まだやれる。ゴムゴムのガトリング。だから言ったろう、俺は一人で。ウソップ怪我してないか。痛いとこあったら俺。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、ナミの匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさーん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら。ぶっ飛ばしていくぞ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。
ーティーテーブルキックコーチ。どこにいようが撃ち抜く。私たちは進まなくちゃいけない。支援フルール、デルフィニウム。さささサビー、ちくしょう。まとめて下ろしてやるか。なめんじゃねえ。聞かねえな。邪魔するなら容赦しないわよ。そこまで行くわよ。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。マナーがなってねえの。終わったな。もう起きるんじゃねえぞ。この力があれば大事なもんだって守れる。このキャプテンウソップに不可能などない。クソジジイの蹴りに近づいたか。必要な力なら残らず手にするわ。俺が万能薬になるんだ。今週の俺はスーパーツ。も一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。
ゴムゴムのガソリンだ！その程度だ。支援フルールデルフィニウム。やったわ、これで安全かしら。シッシッシ、相手に。俺は諦めねえぞ。ゴムゴムのブレッド！おいお前、おろしちまうぞ。これは一筋縄ではいかなそうね。任せて。ちょっと痛いよね。めちゃめちゃ効いたぞ。ほった。ミラーズテンポ、ワタ・モルガナ。こいつ強えな。ドア。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール。まずいわね、こいつ強いわ。待ちなさい。えい。くぅ、冷えるな。
ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカオチエンタフルール黒トラマード、ショック、ミラーズテンポ、ファタ・モルガナ、体が動かねえ、俺がゴムゴムのジェットバズーカありがとう、助かったわ、ナミさん。よし、ナミもゾロも見つかった、あとはブルック。クソジジイの蹴りに近づいたか。よし、全員俺についてこい。ようやく体が温まってきた。ナミさん、無事でよかった、迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ああどこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、
行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ。フードバーストいっけ。んっけ。立て直すわよ。危ない。ジャンパーさん、あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに使っ、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし。